はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、私、ヤガミこと、ヤガミハヤテがお送りしております、ホローナイト実況プレイ動画パート23。こいつが何なのか、見ていきましょうか。というわけでございまして、早速、いきます。レッツゴー。石の台座の上で眠る者がいる。おお。なんかやれることない。あ、ほう、なんだ、え、なに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 、フォーカス、おお、なに、仮面みたいな感じ、なるほど、ボス戦じゃなくてそこまでの探索なのか、命題が。そういうことなのか。でもこれで一つの場所の蹴りがついたってことだよな。あ、お前そっちにもいたの。お前あ、こことつながってたろ。ってことは、あー、これはやんなきゃだな。当たっちったよ。痛い。あー、ちょっとこれは日和るな。どこまで行くんだよ。おお、すげえ下がるじゃんと思っちったよ。あー、なんかリズムが乗れない。まあとりあえず1回分の保険は作っといて、オッケーオッケー。で、何これ、おん、何なんだろうこれ。気持ち悪いとしか言いようがねえな。でも以上も以下もないのか。となると改めて、まあベンチポイントがあって、問題は出口だよな。あ、これか。なるほど、こうなってたのか。もう一箇所入り口なかった？あったよね。ん？何これ？気持ち悪さしかない。要はあれか。さっきのところで捕まったやつらか。嫌なマップだな。なんか雰囲気が嫌なマップ。これはただの水か。で、右下からさらにつながる通路があったな。どう、おっと、ここがどこにつながるかだな。おいおい、あと、あと、はい、すごいガンムシ具合。あー、ダメ、ガンムシの限界。おい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 、ちょ、待て、何起きてるかわからない。どこだこれ。
でもこっちはダンジョンじゃないから、うん、開拓したら開拓した分何か見返るっちゅうか表示はあるはずだと思うんだが、そうだね、マップを見るとこっちで良さげな感じがあるんだけど、ちょっと待ってよ、上が女王の庭、うん、ここでも来たことあるよな。あーダメだ、俺マップのつながりが、俺ここわかんねえ、なんかここ地図アバウトすぎない？でもおそらく右下に行くでいいんだと思うんだよな。下がりやがって、よいしょ、とりあ、おお、お前か、お前助けるつもりで動いたつもりは全くなかったが、まあたまたま助けられてよかったよ。ん？何の音か。まあとりあえず回復、奥にあいついたもんね。あー行って、こいつ倒しとかなきゃダメだな。お前めんどくせえんだよ。おい、あーい、あーい、はい、あと一発かな。よし、まあ溜まった3個分は全部使うか。あー、どうあった、なんだ、あ、なんか入れるぞ。あ、紡ぐものの巣、どんどんマップ分けわかんなくなってる俺。なんだこれ、ヘラー、何が、何の部屋だこれは。ああ、なんかあっと、紡ぐものの歌、シンボルの置き場、王女、これだけか。まあそうなるだろうよ。また悪臭を放つ卵だ。ちょっと待てよ、でこっちが何もねえから、これをぐるっと回って上のを取るダメだけだったフロアだと思っていいのかな。で、違う違う違う、どれだっけ、こうか、シンボル、絹織のチャーム、故郷に帰るためにハローネストを去った紡ぐ者たちが残したもので別れの歌が込められている。小さな糸編み雲が召喚され、孤独な使用者の民の道連れと守りを提供してくれる。なるほど。というか、こう見ると随分見えるようになってきたな、地図。だからこそ、こう見ちゃうと、もういい加減その暗闇のところが表示されてないのどうなのって状況か。あとはあれか、王の駅の左側の二段ジャンプが必要だったところの上か、これ。じゃないと、あと行けるところが、涙の都の右側からしかねえもんな。ってことは、これもうやっぱ終盤近いんじゃねえかな。まあ、とりあえずここはチャーム部屋だったということで一回処理して、え？一体生きてんのいたな。で？ここはまあ出たとして、あとは何があるんだろう。あー雲、よいしょよいしょよいしょ、とりあえず進んでみるしかないんだけど、何かもうちょっと分かりやすい目印のような痛いものがあったりするとありがたいんだけどな。まあとりあえず3ポイント回復、その着地した瞬間にゴキブリみたいなの湧くのやめろよな。
で、ああお前か。よいしょ。ああ難しいなそれ。はい。オッケー。でさらに右の通路。まあわかんねえところは一回ベンチ目指して歩いた後に考えるでいいと思うんだよね。最初からなんだろう、記憶を頼りにマップを開けるのはなんか非効率的すぎる。俺の頭ではなんかありそうでない。でよいしょと。はい、とりあえず雲から抜けて、どこに向かってんだこれ。まあとりあえずあれだな。はい、うわー、だからここか。ここからこう行ってこうか。はい、おい、よかったな。でとりあえずまた抜けてって上？誰かいんの？誰かいるな。これ上から崩れるな。まあとりあえず回復しとくか。あー誰がいんだ？あんまり聞く覚えがある声ではないように聞こえるんだけど。よいしょ。あーなんか捕まってる。あれ、あいつ冒険家のやつじゃねえか。あれか、同じく罠にかかったのか。しょうがねえな、助けてやるよ。ここじゃねえの？え、ここじゃねえの？待てよ、助けられねえとか言わねえよな。よいしょ、よし、上に通路。ああでもな、確かにここちょっと空きそうだったんだけどな。ここあと光が差してるのか。あの部屋どう入んだ。おお雲だ。あ、入れない。あれはもうああいう風にあいつ捕まってやがんよプークスっていう観光名所。んなことない気がすんだけどな。そこそこコミュニケーションは取ってるしな、助けてやりてんだけどな。あ、お？待てよ、今なんか地面にダメージ入ったようなモーションあったけどな。急に出なくなっちゃった。おお、でもここで出なかったらどうしようもねえもんな。絶対この床崩れると思うんだけどな。ちょっと待ってろよ、上からも見てるからな。なんもねえのかな、そんな絶望しか残んねえのかな。よいしょ。あーダメか、あいつは。一回置いとくか。じゃあしょうがないとして、でまだ未開拓地だが、これ限りなく開拓地だな。ベンチこっち、どっち、んこんなとこあったっけ。よいしょ、なるほど。途中に一箇所立ち寄れる場所があったと。意味あるかわかんねえけど、できる限り探索を続けてみますか。よいしょ。なんでとりあえずさっきのところに戻るようなイメージで、
なんだこれ、そういうゾーンか。雑魚敵を全部倒したら下のがブツンって切れるってことでいい？開通させたいんだよね。おい、まだいらっしゃる。もう良くないですか？オッケー。あれ、知らねえ道は開通したけどな。あー、あった、よかったな。おい、貴様のようなマヌケがここで何をしている。暗闇の中で錆びついた釘なんぞ振り回しよってからに、もう少しで我が輩に当たるところだったではないか。もしそうなっていれば貴様の命はなかったぞ。我が輩は強靭なる像と世間に名の轟いた騎士である。我が輩の武器断命の釘はこれまでに何百もの敵を倒してきた。貴様も立ち去らねばその犠牲となるぞ。助けたんだよ。なんだこの暗いトンネルの中で迷子にでもなったか。我が輩の知ったことではないな。外への案内などせぬぞ。我が輩の記憶力は抜群であり、もちろん道は覚えている。しかし我が輩は単独でしか行動しない主義なのだ。分かったら去るがいい。せっかく助けてあげたのにな。なんかもうちょっとお礼を言ってほしいとは言わないから、ハートフルなコミュニケーションしたかったな。じゃあな。さて、とはいえ探索が終わったわけではないぞと。まあ正直探索中のワンタメぐらいはいいとして、でここを降りてこの上か。あ、ここか。ここではない。ここのこうなってるところのこれか。さて、何が待つ？さーて、なんもねえのか。痛い。さすがに4ポイントか、3ポイントか、回復しとこうかな。さてさて、ね、何回にも分けても探索ががっつり進んでるから、ありがたいはありがたいんだけど、やっぱ進展が欲しいよね。あ？ほうほう、お前も戦士というわけか。このおぞましく忘れ去られた穴を生き延びる勇気と力を持っているのはこの俺だけだと思ってたかな。俺の名はガリエン、ハローネスト最強の戦士であり、自分の力を試すためにこのうずうずしき、まがまがしき土地へとやってきた。お前も自分の力を確かめたいんだろう。ん？俺もお前も特別な存在だ。くたばっちまったこの哀れな野郎とは違う。この世界は弱者に優しくないからな。というわけで戦うか。目いっぱいやり合ってお互いの力を確かめ合おうじゃねえか。やりましょう。ん？ほう、なるほど。あ、いって、追尾性が上がってくんな。よいしょ、あーっと、回復する間が、回復する暇があればまだいいんだけどな。あの回ってるのも判定か。判定と考えるのであればあと2ポイントいて、危ない。はいはいはい、あー、また1個増えた。いいよいいよいいよ、黒字だから。はい、おお、やべ、よいしょ、ライバーツ。よいしょ、オッケー。なんだ200。戦いに敗れた戦士の死体だ。渋いね、言い方が。さーて、上に登らさせていただこうかな。
さてさて、あー、オーバーヘルスポイント、オーバーヘルスポイント。ありがてー。で、これがあって、ほう。これはあれか、この夢見の戦士の場所があるっていう構成かもしや。いや、十分にあり得る気がするが。まあ、そうなると、念のため中掘りする感じの探索をして、特になければベンチまで戻るが、みたいな探索の仕方で良いんじゃなかろうか。よいしょ。で、お、上にまだあるよ。ほう。放棄されたトラム。トラムって何？危ね。おー、お前、あいつが産んだやつか。まあ、オーバーヘルスがあるとはいえ。で、建物のようにも城のようにも見えるけどね、場所は。おい、おいと。ここはどこなんだろう。またオーバーヘルスがありそうな蝶々がいたけど。非常に場所が分かりづらい。で、これが開いて、どっかとどっかがつながったんだろうな。とはいえ、自分の居場所が分からんことには、なかなか進みづらいね。さあ、上の方に、あ、やっぱりオーバーヘルス。すげえ。HP10 ぐらいある。よいしょ。まあ、ここは何かしら一つの表になってるところとしては意味があるんだろうが。お？繋がったのか。これで？はあ、これで今、がっつり繋がったのか。まあ、古代の穴のこの左側になんか一個マップあっておかしくないと思うから、次回は暗闇の巣から下に潜っていこう。しかしながらちょうどいいお時間というちょうどいい霧の良さになったので、とりあえず今回はこの辺で、また次回動画にて引き続きの物語一緒に見ていきましょう。というわけで、ここまでの私、矢神こと矢神ハヤテがお送りしました。というわけで、また次回。See you next time, see you! バイバイ!